SMBC 日興証券は昨日から試験的に一部の支店で全ての従業員を対象にしたテレワークを導入し、今後3ヶ月かけて対象を全拠点に拡大する予定です。自宅のほか、会社が契約するサテライトオフィスや自宅近くの支店の空いた会議室などでの勤務を認め、通勤時間の短縮を目指します。緊急事態宣言の際にはパソコンの支給の遅れなどからテレワークできたのは7割強にとどまったということです。